はい、じゃあゼロ実況やっていきます。はい、まあ、ちょっと録画ミスがあって録音できてなかったんで早すぎやろいやー、ちょっとかなりテンション下がったけど、ま、二の雫途中まで行ったんだけど、もう一回撮り直します。はいーす、ま、ノーマルモードで、ま、ここアイテムね、なんか所持数をこう変化できるとかポイント使って買えるみたいだけど、今回は買わずにミッション開始です。はいーす、マジクソテンション下がった。あ、一の雫は全部入ってるの？一の雫は入ってる。あれ前回切ったのここからだったよね。だってしょ覚えてな い, いや確かここからだった、ね、小塚田優里ちゃんね。はい、まあ、一応読みます。2回目だけど。はい、廃旅館での影見の数日後、密かはどっかへ出かけたまま戻らなくなっていた。心配する優里だったが、手がかりもなくただ待つことしかできなかった。そんな時、密かに人探しを依頼したという少女氷見の冬日がゴッドヤを訪れる。はい、変な名前だねとか言ってね、いじってたね。え、それ入ってんじゃない？入ってないの？それ入ってないマジか多分こっから全部入ってないと思うんだよな。悲しいよ。こっからか。こっからです。ちょっと撮り直しのテンションで申し訳ないけど申し訳ないけど、マジ気取り直して、まあね、ストーリー伝えられなくなったらどう元も子もないんで。いや、いい骨董屋だねとかね言ってたんだよねちょっとこういう実況撮ってました実況になっちゃうけど許してください。来たよこれ。もうノーブラやんこれほんまやねってさっき言ってたんだよねこれね、ノーブラ。今留守にしてます。そう、ひそかさんちょっと留守中なんですよ。はいはい、冬引きたね。ちょっとね、人探し危険なんでお断りしたい気持ちすごいあります。山に行ったかもしれないんです。出たよ、もうそういうとこに近づくからいけないんだよノーブラやんノーブラだなこれ。谷間見えてるもんな、擦れるよ先っぽちゃんとなんか ガードはしてんじゃない、もげるよはいはいはい、すみません。そう、黒沢が戻ったらやるんで。アキラ？アキラじゃない、監督じゃない。ホックないもん、ホックないもん、ここでホック見えないもん自分で行かなくていいから、いいよ、追わなくていいよ行ったのも知ってるしなこの後行くのは知っているんだけど、まぁ、ちょっと初見感出しつつ行きますわはい、2階にあるひそかさんの部屋ね、喫茶黒沢、はい、調べに行きますか。喫茶店でもあるんだ。シャーなし。あ、ほんとだ。飲める場所ある。コーヒー出してくれるのかな。俺カフェラテ。ちょっと黒沢いないんで、出せません。カフェラテも出せません。はいはいはい。一応この辺ね、探索したんですよ、さっきも。だからもう一回するから、みんなね。みんなとか見てねえし一応みんな見てる体で読みますから、これも全世界のみんながね、そう、全世界見てる体で、体でお届けしてるんでこのチャンネル一応はい、霊山である氷見山は周囲の地方では古くから恐れられてきた存在だった。昔は足を向けて眠ることさえ禁じられていたという。山中は生と死が曖昧に混ざり合う場所と伝えられ、大間が刻になると陰性から死者がさまよい出るため、山に沈む夕日を見ることも死に見入られると禁じられた。今でも死に憧れた者は山に誘われと言われ、神隠しに会う人々の噂は後を絶たない。彼らは自ら山へ入り、その遺体を見つかることはない。氷見山の山頂にある彼岸湖の底には、山に消えた無数の人々が今もそのままの姿に住んでいるという。
観光地化によりそのような悪しき伝承は消え去ると思われていた。しかし実際には観光地となった氷上山で起きた災害によって呪われた山、死の山という印象が強く人々に刻み込まれることになっちまった。氷上山は今もなお自殺の名所として恐れられる場所になっているんですね。怖いってね、いうことで次もどんどん見ていきます。もうさっきのコメントとか復元して、ほんと自殺の名所とは単に自殺しやすい地形という場所だけでは成立しない。そうなんですね。そのうちに積み重なった死の量により死に場所としての信頼を獲得し、一人ではないと思える場所となる。ここで自殺の名所へと育つ。育成？自殺の場所育成なんだ。怖っ。自殺名所育成ゲームじゃん。どっかで聞いたコメントだけどね。はい、そこに心霊スポットとしての要素は少なく、霊の目撃はほとんどない。自殺の名所として有名な氷上山には他の自殺の名所と違う特徴がある。何々自殺にまつわる伝承と霊の存在である。氷上山には濡れガラスの巫女という伝承が伝わっている。山に住む濡れガラスの巫女に見つかると死に見入られ自殺してしまうと言われ、山で巫女に見られたら二度と山を出られないと伝えられている。怖い。また氷上山には死を繰り返す亡者という伝承もある。山で正しく死ぬことができなかったものは死の瞬間を繰り返す亡者となるということだ。最悪やそんな。実際に氷上山に命を取り留めた者の多くが巫女を見た、あるいは自殺者を見たと証言し、その後みんな見たというものを同じ方法で自殺しまうという。巫女により引き起こされた死は連鎖し、氷上山に今日も自殺の名所として育ち続けているのかもしれない。怖え。自殺の名所怖え。そんなんじゃなかったでしょさっき。もうね、さっきはねちょっと1回目だったからやっぱ本当に怖かったけどね、もうやっぱ2回目はねさすがに怖くないね。こうね、2階登るとね、こう喫茶店が吹き抜けになっていることも知っています。ほら。手すりから店舗が見下ろせるようになっている。まあおしゃれなね、おしゃれなあれだよね。うん、俺の実家みたい。確かに吹き抜けだもんね。うん、いいお家なんだよね、うだんちは。はい、ここ何の話。ここ着物あるの知ってます。着物、井桁に綺麗な着物がかけられている。知ってました。はい。ここなんか調べられなかったっけ。あれ、こんだけだっけ。あ、ここね、はいはい。ここの開け方が開けろ。開け方がうーいって感じなのも知ってます。炭素の中には特に何もないようだ。はい、まあ一応ね、通った道律儀に通っていきますわ。ちょっと半切れ状態でお送りしちゃって申し訳ねえ。ひそかさんの部屋、ひそかの趣味でここは畳の部屋になっている。はーい。お、鏡だ。ここにね、そうなんですよ、机の上に偽物探しと書かれた紐閉じのファイルが置いてある。ひそかさんが控えている影見の記憶のようだ。仕事熱心だね本当に。はい、依頼品日記寄せかあり、詳細、亡くなったお母さんの日記を探す。一人暮らしで亡くなった母の思いを知りたいとのこと。個人のものであるため注意が必要。個人は危ないね。結果、個人に焼却を頼まれた介護の女性が生じ、悪い気配を感じないため関係者間で処理を決めると。まあいろんなね、依頼書の記録が記されているわけですね。でここで4枚目、北条連来ましたね。それって 団体名じゃん。北条連なんだね本当は。弔い写真のアルバムあり、本を執筆するための資料、氷上山周辺にかつて死後写真、死後写真の風習があったとのこと。場所は良くないが、対象が古いものなので危険は少ないと思われる。対象が古かったら危険少ない。よくわかんない。まあよくわかんないね。有利は少ないと、有利だね。有利も知った人からの依頼なら少しはやりやすいだろうということでやらされたっていうことね。この間。はいはい。あの影は有利を水の中に陰線引きずり込もうとしている。私一人でやるべきだった。ユリを山に近づけないようにしないと。っていうね、っていうね。だいぶ冷めちゃってます。はい。影見覚書、これ大事。影見とは過去の影を見ること。過去の影を追うことで行方が分からなくなっているもの、そして見えなくなっているものを探し出すことができる。確かにそこにあるのに、その存在が様々な理由で見えなくなっているものたち。
持ち主が忘れたいと極度に意識から外してしまったもの、所有者が亡くなって物の力が弱くなっているもの、誰にも見られたくないという意思が込められているもの、そして陰性に半分入ってしまったために霊的に見えなくなっているもの、うんうん、これらの見えなくなってしまったものは呼び戻しようがない現世に戻すことができる、うん、しかし物ではなく人が消えてしまう神隠しは不用意に追ってはならない。その人を隠した陰性のもの、つまり霊によるものであり、その霊が周囲にいることが多い。呼び戻すのに注意が必要だ。見せたくないものが見えなくなってるっていうのはモザイクと一緒だね。これ呼び戻しでモザイクを消すことができるのかもしれないよね。夢がね広がる一方、まあ戻さない方がいいものもあるね、うん、モザイクは俺はそのままがいいと思う。確かにモザイクがないからこそちょっとっていうのもあるよね。あるからこそ見えすぎるとちょっと困っちゃう時あるよ。はい、冬日の手紙。はい、ここからですね。これが人探しの依頼なのだ。ひそかさんとひみのさんの行方の手がかりになるのかもしれない。黒沢さんへ、はるかを見つけてください。失踪してもう1週間になります。やっぱり忙しいから言うてもらえないでしょうか。警察にも連絡しましたが、また神隠しかもしれないとあまり人間に取り合ってくれません。クソ国家権力。はい、はるかが私に何も言わずに一人行くはずがありません。きっと良くないことが起きたんです。自分の不幸ならいくらでも耐えられるけど、はるかは苦しむのは耐えられない。今もどこかではるかが私を待っているともうどう辛くていいかできなくなります。呼吸止めて。はるかはまだ生きています。私には分かります。でも早くしないと。あの時もはるかと私の大切な写真を見つけてくれましたよね。本当に嬉しかった。今度も力を貸してください。落ち着いて、冬日、落ち着いて。冬日っぽいね、なんか。ひーひーふー。はい、手紙と冬日っぽいか。ひーひーふー、ちょっと冬日っぽいね。まあ、いや手紙と一緒に写真が入れた。はい、おざなしそうなひみやさんともう一人仲良しそうな女性が写っている。これはるかちゃんね。うわ、ひみのさんもうこれ教室の隅で BL 本書いてそう。ほんとね、陰キャのね、偏見オブ偏見だって言ってたんだよ。恥ずかしい人は、この人を探して氷上山に、うん、そういうことだよ。行かなくていいからね。日没だからもうステイホームだよ。ステイホーム。ユリ分かってるね。こういう時は家にいるのが一番だよ。そう、3密だしね。そう、なぜなら自殺の名所、わざわざ行く必要ないです。勝手に行ったんだから。あの冬日が勝手に行ったんだよ。落ち着いてよ、寝よ。一回座っとこ、一回座っとけよ。本当にローディングしてるけどさ、来てるよ。やっぱり知ってる。ちょっと2回目は来てないんじゃないかっていう希望を。いや無理だろ。希望を持って実況してたんだけど、ゲームの仕組みを理解してないやつや。ダメだったね。はいはい、この影見しながらね。試練じゃねえんだから。レベル1になって戻ってない、変わってないか、ダンジョンが。よし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 、じゃあ行きますよ。もうこの辺はね、あー、はい、追っていけよっていうことで。分かってます、分かってます、分かってますよ。結構草木がリアルだなね。やっぱこう綺麗だから臨場感もあるし、なんか怖いよね、山って感じで。 X、 はい、木が X。 いや確かに。倒木が XXX 兄弟になってんな。は？いや、TT 兄弟だったら T 探すけど、いいから行けも。X 兄弟だったら X 探すのかなって思って言ってみたよ。はい、みそぎがぶち来ました。これダメだって、これは。怖えな。怖くないやろ。まあね、2回目なんてね。まあここに何かあったんじゃないかっていうね。冬日の残影があったな。ここで一回調べます。そしたら、はい、山道が崩れ落ち石段が飛び出ちまっている。旅館を飲み込んだ地滑りの影響だ。左手にの崖沿いに旧道が上と続いているようだ。旧道行くか。これもう足にチョーカー巻くとかただのエロじゃん。そうなんだよね、エロファッションじゃん。ただのエロ要素のためにしかないもんね、あそこのチョーカーは。調べる。岩から流れ落ちる水がたまり、小さな池のようになっている。こ
調べてなかっただろう。確かに。なんか落ちてる。これ拾ってみようか。なんか嫌な予感するけどな。本当？全然なんかもうピャッて拾っちゃうよ。はい、出てきた。うわー！怖い。ゴーストハンド。ゴーストハンドが現れます、ここね。GH だな、はい、皆さん、ここ GH 出るポイントなんでね。2回目、3回目、驚かないようにね。はい。GH は、とりあえず。拾おうとした GH が来たら、手を引っ込めればいい。うんうんうん。で、逆に掴まれても、まあ、振りほどガチャガチャでなんとかなると。はい。パンフレット拾いました。ゴーストハンドバスターな、ゴーストバスターズのそれな。この道は溝岩淵から白鳥の森へ続いている。早く氷見野さんを追わなければということでね、ここでねマップを手に入れてこう見れるんですね。ほう、一本道かということを確認して次に進みます。もうランニングしよう、ここは。ランニングだよ。ちょっとアイテムとか見逃しそうだから気をつけようね。あ、すげえ水が降り注いでる。流れ落ちてくるじゃん、カーテン。観光地だったかな、ここを訪れる人も多かったのかもしれないね。あれ、なんか右下になんかメーターが。ほんとだ、何だあれ、なんか雫が出てる。敵に撃たれた地面に何か落ちている。拾いましょうぜ、清めの火を一つ。これアイテムです。水に触れるようにして体が濡れると画面右下のぬるメーターが停止します。ぬるメーターか。ああ、右下に出てたやつね。はい、キャラクターが濡れ状態になると霊感見えやすくなるので押されることが多くなります。アイテム清めの火を使うことで濡れ状態から回復することができます。加えてブラヒモが透けて見えます。エロじゃん。濡れるって言うの、透けてる。ちょっと不気味な叫び声が聞こえてきた。めっちゃテカテカやん、エロやん。万葉眼を2つ手に入れた。万葉眼回復ですね。回復アイテムね。走る走る。こっちだ、こっち行けるんじゃないかって言って一回探索したけど行けましぇん。よし、ちょっと行こうか。次次、怖いね。どんどん乾いてきてるね、濡れメーター的に。ああそうね、時間が経つと乾くという、うん、怖い。お、またアイテムあるね。サク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 手に入れてきますよ。この辺はゴーストハンドが出ないことも知ってます。清めの 日、はい、清めの日今後やっぱ使っていくのかな、いっぱい。霊から見えやすくなる言うとこからな。うわー、濡れメーター上がりそう。うわー、湿地だ。湿地レベルじゃねえだろ。池だろ。湿地だ。あれは、あれカメラ、カメラに見えるな。マジでこの距離でわかります。あれカメラっぽいけどな。本当？あれレンズが光ってるんじゃないかな。そういうこと？この距離から分かんなかったけどな。強化装置圧とか超人に書いてるよ。本当に視力なんぼだよ。強化装置感と強化装置圧かな。おお、やっぱカメラ本当だ。マサイ族だな。視力がジオシビルも20枚で見た。はい、古びたフィルム、除霊能力が低く装填にも違う。強化レンズ圧を手に入れた。あ、やっぱあった。本当だね。圧とは書いてなかったな。書いて、確かにレンズだけだったね。強制的に相手を要求させる撮影を行う強化レンズ。射影機に装備して霊力が高まっているときに R で使用する。ほら、やっぱ強化装置感だ。本当だ。すごいね。全部知ってたかのようだね。はい。これでね、射影機が使えるようになりましたと。でなんか冷圧を感じる。感じる？うわあ！冷圧来てる！走れって。一回引いて例の方向きます。で落ち着いて、はい、来てる来てる来てる。で、ここは Wii U バッテリー。全然準備してなかった今。
撮れるときに写真撮ってきます。はい、今想定してる。はい、ヒットバック決めました。ヒットバックいいっすね。5個以上一緒に撮ると、うわ分裂してきた。うわうわ、どうしよう、左から行く、右の方が来てる。どこだ何してどこだあーそうです、そうです、これ撮ってきます。左も来てる、左も交互に、交互に、あ、なるほどね。はい、ちょっとチャンス、はい、いいよ、はい、右どうしてるよ、次こっちもね、はい、はーい、あーナイス、ちょっと、これちょっとチャンス来てるぞ、こっち、こっち、はい、はい、ヒットバック決めました、ショートチャンス、いいっすねー、 GJ、GJ、はい、さっきあんなテンパってたのにめっちゃ強いの。2回目はもう撮影タイムだったね、本当に。モデルさんを撮ってるから、これ見てみようや、なんか水に溶けてそうな感じだったな。レイを見るっていうね、このレイリストっていうのがあるんでね、うん、ちょっと見てみようか。水に溶けた男を水溶性レイだったな俺な。はいはい、みそぎが淵でね、水に溶けた男女確保しました。確保、よし、はい、じゃあ次いきますよ。もうこの辺ね、なんでこんなスイスイ行ってるかっていうと、一回やってるんですね。あら、はい、あー、そうそうそう、あー、ここ、自殺の名所覗いてみます。これは怖い、やばい、これは死ぬね、これは縮み上がる金玉が。滝の下はねえよ。確かにユーリさんはないけどね、俺はあるから。闇の中に消えている。ここから落ちたら一手もりもないだろう。気配を感じる。おい、おー、これは2回目だけど、ちょっと本当にビビった。あ、今なんか調べる、それ同じでしょ。岩の先から滝の下電源が見えます。ここ通ってきたとこね。はいはいはい、オーケー、オーケー、ねえよ、そんなとこ行ったら足滑らしたらどうすんの、ユーリちゃん。本当にね、もう乾いちゃった、裏紐が消えちゃった。本当だ、本当だ、リアルだね、ちゃんとしてるね。エロを感じる、すごいな、このゲームのエロへの追求。エロへの執着がね。そう、あ、ここエロゲーだよ。何、あ、二手に分かれてる、見りゃ分かるよ。この辺りの植物は縁から下のものと少し違うようだ。地面も少し抜かれている。知らずの森に近いのだろう。近づいてきてもう手まんねん。うわ怖いな、怖いな。聞いたことある。怖いな。あ、ジュラシックパークじゃん。本当だ、電流流れてないよね、大丈夫だよね。背の高いフェンスが道を塞いでいる。奥には森が広がっているようだ。どっかに回り込む道はないだろうか。探さなくていいよ、もうこれ以上行かなくていいよ。めっちゃミニスカやな。怖い怖い怖い、寒そうだよね、でも本当に、ね、ダニが危ないよ、やっぱりこんだけ肌出してたら噛まれるだろうね、さすがに。ダニ舐めたらまずいよ。はい、はーい。古いたフィルムでした。さあ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 、あ、なんか冬木さんの目も落ちてない、嘘。ソほら、映写機撮れよ。さっきも撮れてなかったじゃん、それ。これは何のための2回目よ。これはガチ忘れた。いやね、これさ、急に来んのマジでダメだわ、ずるいわ。あ、やっぱり冬木さんのメモだ。本当だね。全てを知ってるかのようだね。いやいや、見えた。本当に、うん、すげえ、やっぱ地面にノートのページを破ったようなメモが落ちていた。ひみのさんのものだろうか。氷上山について調べた。昔は霊場だった。霊場といってもそんなに神聖な場所じゃなくて死んだ分の場所だった、そのせいか今は自殺の名所だ。でも遥かが一人で死ぬわけない。私何も言わずに、うん、他にも神隠しの山だと書いてあった。山に入った人が消えるという話もあったけど、山に誘われる人たちがいて自分から入っていくということもある。なんだ、氷上山に誘われやすい騎士という文章を見つけた。勘のいい人、神経質な人、身寄りのない人、気が弱くて優しい人という言葉が並んでいて息が止まりそうになった。落ち着いて、はるかにも当てはまるところがある。はるかは優しくて断れない生活がある。私にも心を開いてくれる。のんびりしているようで考えするよい。私の考えていることを言い当てたりする。神隠しかもしれない。俺と一緒だ。
いや、あなたはもう無神経。いやいやいや、人の気持ち考えない。いやいやいや、いかみ山と真逆のとこにいる。渋谷とか。行かねえよ。でも神隠しにあった人はどこにいるだ、どこに行くのだろう。想像すればするほど恐ろしい考えが浮かんでは消えて動機が激しくなる。うわ、俺も渋谷隠しに会うかもしれない。渋谷のクラブで隠されるのも またそれはまたそれで怖いね。行きます、くぐっちゃいます。止めますということでね、安全のためもう一回ここは切りましょうか。一回一応ここからは、ここからは初見ですね。次回お楽しみにというか、どういう編集になるか分かんないけど、一旦切りまーす。おーいっす。